皆さんこんばんは。私がね今来ているのは名古屋駅でございます。現在時刻は23時30分、もうあと少ししたら日付が変わろうとしているところです。で本日はそんな名古屋から東京の方に帰ろうと思います。まあ、なんで帰るのかっていうと、明日大学のテストがあるからなんですね。まあ、本来はねもうちょっと旅行を続けたかったんだけども、ちょっとテストがあるので単位をね取得するためには帰れないといけません。はい、なのでまあ東京まで今日はですね帰るんですけども、まあ23時半ということで、もうですね最初の新幹線とかまあ当然ありません。なので夜を効率的に使って帰る必要があります。でまあ何を使うのかというと、まあ動画のタイトルになっている通り、夜行バスを使ってこの名古屋から東京の方に帰ります。でその夜行バスがですね、今なんかよくわかんないんですけども、めちゃくちゃ安くなってるんですよね。さっきですね高速バス予約したんですけども、なんと2000円です。安すぎませんかね。価格破壊を起こしてますよ。なんでこんなに安いんですかね。まあおそらく需要と供給の関係だと思うんですけども、それだとしてもね2000円ってね安すぎるよね。新幹線の特急料金の半額にもですね満たない金額ですよ。はい、ということでそんなですね価格破壊を起こした夜行バスに本日は名古屋から東京まで乗ってきたってことで、動画の方ねお届けできたらなと思います。それでは本日もよろしくお願いします。でね今名古屋駅の桜通り口の方にいるんだけども、バスが出るのは対向口ということで、反対側の対向口の方に向かいます。もうね夜も遅いということで、待ち合わせスポットで有名な金時計前はかなり閑散としていますね。本日ね乗るバスは24時にこの名駅を出発して、明日の朝5時半にバスタ新宿に着くバスとなっています。ちなみにですね本日2000円でバス予約したんですけども、2000円のですねバス1便だけじゃなくて、なんかもう腐るほどだったんですよね。どのバスにしようかなってねもう選ぶほどありました。もう多分10代20代、もうそのレベルでありましたね。ゴロゴロ2000円のバスがありました。なんでこんなに多いんだろうね。多すぎてびっくりですよ。2000円ってね安すぎだって。しかも当日に予約して2000円だからね、早割とかじゃないんだよね。いやすごすぎるよね。価格破壊にも程がありますよ。対向口の方にやってきました。この対向口から本日乗る2000円の夜行バスは出発します。今回ね乗る夜行バスの会社はですね桜高速バスです。まあ他にもですね複数社2000円で乗ることのできる夜行バスは設定されていましたね。名古屋から、ね、出る夜行バスって、まあ、JR バスだとちょっと違うんですけども、大体ですねあそこに集団で固まっていて、そこに便名とかですね提示されてるんですけども、そこからですね案内されるという形になります。はい、で出発時間ね24時かと思っていたんですけども、どうやら24時じゃなくて24時15分らしいです。なんか24時にそこからですね案内が開始されるらしいですね。はい、バスがね出るまで暇だからねちょっと対向口になったりブラブラしてるんだけども、もうね日付が変わろうとしてるのにもかかわらず、名古屋駅前たくさんね人がいて、なんだか不思議な感じがして面白いですね。またこの名古屋駅はね現在リニア中央新幹線の工事も行っていて、そこの囲いの中では今現在リニア中央新幹線のトンネルを掘っている真っ最中です。一応ですね2027年度以降に開通となっていますが、リニア2027年に開通することはまあほぼほぼないだろうね。だって最難関工区の静岡工区がまだね作れてないですからね、建設始まってません。まもなくね集合時間になるんですけども、今日乗る桜高速バスはこれですね ATS15 便ってやつですね。これに乗って東京まで行きます。これが2000円のね格安夜行バスですよ。いや安すぎるって。24時になったので案内が始まりました。一気にね人が移動していきます。大移動ですね。皆さん夜行バスに乗って東京か、まあ、どっか分かんないですけども向かうのでしょう。いやーにしてもね格安夜行バスっていいですよね。本当に安いもんね。まあその代わりね若干体力とか削れたりしますけども、まあ慣れていればへっちゃらですよ。まあ僕はね、まあ、慣れてる方なので、まあ寝て起きたらついてるっていうね感じで、まあ実質ね個人的な感想ですけども、所要時間はまあ0分みたいなもんですよ。はい、まあ夜行バス寝れない人とかいるので、まあ寝れない人だったら夜行バスすごい大変だけどね、まあ、僕はね寝れる人なので天国です。今ねバス停向けて歩いているわけなんだけども、見てください、ちょうどねリニア工事の真横を通ります。24時間突貫工事で進められていますね。 JR 東海がいかに早く
リニア中央新幹線を開通させたいかが垣間見ることができました。何でしょう、結構長い距離歩かされますね。多分もうね、すでに300メートルぐらい歩かされてるんじゃないかな。もうそろそろバス停かな。いや、久々に夜行バス乗るけど今日寝れるかな。いつも寝られるんだけども、まあ一応お酒も飲んでね、少しほろ酔い気分なので、まあ寝れるとは思うんですけども、はい、ちょっと寝られないと明日の朝のテストがちょっと怖いわ。あ、見えてきたバス。あのバス3台のうちのどれかが、2台かどっちかが本日乗る夜行バスとなっています。まあどっちも2000円の夜行バスなのには変わりないんですけどね。乗車の案内始まりましたのでついていきます。どうやらこの2台のバスではないようで、後からやってくるバスが本日乗るバスらしいです。ってことですぐに行きました。今日乗るバスです。これで東京まで約6時間バス旅ですね。元々の機材とですね、どうやら直前に変わったみたいで、元々はですねコンセント付きだったんですけど、これはコンセントなしだそうです。まあ安いバスだからね、直前で車両変更とかまああるよね。もちろんね、激安バスなので4列座席です。少し窮屈でしんどそうな座席ではありますが、2000円なので許せますね。これで東京まで向かいます。ちなみに座席はですね、一番前の座席となっていました。しかも窓際ですね。いい窓際ね。そしてなんとこのバス、今日ガラガラで、なんと隣人来ないっぽいんですよね。なので2つの席を独り占めすることができます。いやー、これはいいね、最高ですわ。ということでバスは始発の名古屋駅前を出発です。これから東京まで約5時間と30分の旅。0時過ぎということで夜も更けていて、東海道新幹線のホームには夜間停泊中の新幹線電車がいました。その電車を横目に今乗っている格安夜行バスが走り抜けていきます。バスの中はこんな感じで結構ガラガラです。ガラガラで安いって最高ですね。快適ですよ。今日はね、多分このバス20人も乗っていないと思います。相当空いていました。本日は月曜日の夜ということで、まああまり混まない閑散期の日なのでしょうね。座席なんですけども結構硬く、そしてリクライニングもめちゃくちゃ浅いです。もう少し倒れてほしかったのですが、まあ安いバスので仕方ないです。2000円ですからね、格安で乗れているので、まあ文句はあまり言ってはいけないと思います。隣に人がいなかったので靴を脱いでこんな感じで足を置いたら、だいぶ快適に眠ることができそうですね。バスはまだ名古屋市内を走っていて、高速にはまだ入っていない模様です。この時間帯は高速バスが数多く走る時間帯ということで、目の前にもバスがいました。あのバスも今乗っているバスも同じく新宿行きです。透明感の需要は非常に大きいですね。結構ね、眠くなってきました。名古屋駅を出たらもうこれより先人が乗ってくることはないということで、もう寝ようと思います。もう間もなく消灯ですからね。それではね、おやすみなさい。ってことでおはようございます。起きたら間もなくバスター新宿に着く頃でした。途中ところどころで起きたりはしましたが、基本的にはね爆睡していました。かなり快適でしたね。起きたらすぐに終点というのはね、夜行バス非常にありがたいところだと私は思います。まだ暗い新宿の街中を走ります。今回このバスに2000円という破格の金額に乗ってるわけですが、おそらく閑散期でガラガラだから、とてつもなく安い値段にしてお客さんをなるべくたくさん乗せたかったんでしょう。それだけ安くしても今日ガラガラだったので、かなり需要の低い日だったんでしょうね。本日は1月の下旬、冬休みでもなければ夜行バスのヘビーユーザーである大学生の春休みもギリギリ入っていないということで、需要は確かに低そうですね。いやー、それにしてもね、よく眠ることができてよかったですわ。5時間くらいは眠ることができましたからね。でもこのバスね、リクライニングがありないほど倒れなかったので、腰は結構ね痛いですけども、まあなんとかなるでしょう。甲州街道を走り抜け、新宿駅の方にやってきました。まもなくバスター新宿です。ほんとあっという間に着いてしまいました。バスって眠れるとほんとすぐに着いてしまうので、本当に便利、それで安いわけですからね。私にとっては最高の乗り物です。まあ眠れないとほんと地獄ですけどね。それにしてもね、今回2000円で乗ってきたわけですけども、ほんとありえないくらいの安さですよね。一時期コロナ明けで需要が一気に増えたんで、値段はですねあまり安くならなかったんですが、最近コロナ明けもだいぶ落ち着いてきたので、再び価格破壊のような夜行バスの設定が増えてきて、とても嬉しいです。たった2000円で名古屋に行くことができるのは結構ありがたいですよね。でもね、毎日行けるってわけじゃなくて、金土日とか需要の大きい日はね、新幹線に乗った方がいいんじゃないのってぐらいね、夜行バスも値上がりしますけども、需要と供給にほんと左右される乗り物です。高い時4列でもね、7000円とか8000円くらいしますからね。少し出したら新幹線ですよ、高すぎる。ということでバスター新宿に着きましたので降りていきましょう。
午前5時30分の到着。まあほぼほぼね定刻通りでしたね。このバスはこのバスは新宿が終点のため全員降ります。なのでお客さんがですねゾロゾロと降りていきました。本日はですねこちらのバスにあまりにも安すぎるプライスで乗ってきたわけですけども、ここまで安いと本当気軽に名古屋とか行けちゃいますよね。しかも当日でもこの値段で取れてしまうのは衝撃的です。本当はね昨日の最終ののぞみ号で帰るつもりだったんですけども、ふとね夜行バスのサイトを見てみたら2000円だったんでね、見た時は目ん玉飛び出るかと思いました。安すぎやってと思ってね、もう即予約でしたね。現在朝5時半ですが、このバスタ新宿はラッシュ時間帯となります。日本各地からやってきた夜行バスが一堂にこのバスタ新宿へ集合します。そのためたくさんのバスがまだ暗いですが忙しく出入りしています。バスタ新宿の外に出てきました。冬なのでまだ真っ暗。その真っ暗の中、高校と新宿駅の真上に立つバスタ新宿は輝いています。本日は名古屋からわずか2000円で東京に帰ってくることができて幸せですね。昨日少し高いねおでんを食べたんですが、高いものを食べてしまった分取り返した気分になりました。自分はこれから大学に向かうんですけども、少し早すぎましたね。テストまであと4時間以上あります。まあそれはどっかでテスト勉強することにしますかね。それではこの辺りで動画の方ね終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね次回の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。